中学、まあ、以前は女学校と言っておりましたけど、その進路についてはすでに戦争中でありまして、いろんな危険も考えられるわけですから、私ども住んでました廿日市という、まあ、広島の郊外になりますけども、同じ町の中のちょっと離れたところですけれども、女学校がありまして、女子専門の学校ですけれども、私の両親は、私の妹がまず女性であるということ、戦争中であるということですね。地元の学校でしたら歩いて十分通いますけども、広島の市内は、乗り物で通学しなきゃいかんという、こんなことがありました。で、親の方は当然地元の学校に入るように勧めました。それを私聞いておりまして、私は本人に対して、私の経験からして、当時私立の学校と公立の学校ではいわゆる格差があるというように思っておりましたし、いろんな体験でそういうふうに感じておりました。優秀な人間は公立の方に行くわけですけど、まあ、そんなことで私の妹は割と出来が良かったもんですから、親に内緒で妹に、市内の公立の学校へ受験しろよと、そうすればそっちへ行っていい学校に行けるじゃないかと、地元ではそうじゃないよという話をしました。妹はそれに乗せられたような形で、私の言うことを聞いてですね、親に、自分は広島市内の学校に行くという自分の決心として、それを親に伝えました。親はびっくりしてですね、ただ本人がそうあまりにも強く言うものですから、それに従ったということでございます。で、入学試験がありまして、選抜ですけれども、その試験に合格をしまして、それで、4月に入学をしたわけです。本人は大変喜びまして、自分は将来学校に先生になるんだということを私には話をして、親にもそんなことを言っておりました。ということで、喜んだつかの間、8月6日の原爆遭難したわけでございます。爆心地に行っておりまして、そこで結果的に亡くなったということです。白骨になったその姿を見てですね、親の悲しみ、周囲の悲しみというより、私には本人をそういうようにそそのかしたということで、結果こうなったわけですから、しかも短期間の間にこう変わり果てたということで、何とも言えない、非常にショック、言葉で言い尽くせない、気持ちになりました。そういうことで、それがですね、その時からずっと今でもその気持ちがありまして、私は毎年妹の墓参り、それから学校の同級生たちは全員全滅ですから、その記念碑の時には花を捧げお参りに行っております。非常に当時は女学校、中学の1、2年生がみんなその被害に遭ったわけですが、妹の通っておりました広島市立の女学校は、1年生が全部で6クラスあって、その全員277名、同じ学校の2年生やはり6クラスありまして264名、それから高学年の一部の学生109名で、教職員10名、合わせて660人が亡くなったわけです。大変な被害でして、広島市内には約20の中学、女学校があります。全体で約6000人が亡くなったと言われておりますけれども、その中の6、その一乗の660名というのは突出をしておりまして、大変な学校として、被害に遭う結果になったということで、今でも学校自体がそのような、毎年そこで8月6日には式典を挙げて、学校も弔問の意を表している、こんなことでございます。それにもお参り、一緒にお参りもしております。
その遺体が見方というのは、これもせめてもの慰めになろうかと思います。大部分の子どもたちは全くわからない、亡くなっていたいものもわからないということの方々が多いわけですけど、非常にそれが今でもショックで残っているということでございます。さらに当時、同じようにですね、同級生、妹の同級生が近所に住んでおりました。それは市内じゃなくて、地元の私立の小学校にいた竹子ちゃんと言います。竹子ちゃんは生きてる、元気でいる。それに対して我が子の美恵子はこうなったというのを親も本当に嘆き悲しんでおりましたけども、その元は私だということでですね、もう何とも言えない、申し上げようがありませんけども、それは長く今でも心に焼き付いているというのはもう残っておって、本当にそういう気持ちは続いております。それがすなわち戦争をやっちゃいかん、それからこれからは平和のためにですね、私は証言を続けていかなきゃいかんと思いますし、皆さん方にそういう戦争の悲惨さ、始めたらなかなかやめるのは容易じゃない。で、特に日本の場合はそういうことでですね、勝つまではやるんだと、どんなことがあっても勝つまでやるんだと、結局は原爆によってそんな吹っ飛んでしまいましたけど、こういうですね、考え方に走るということはこれからもあってはいかんなというように、外交とかグローバルな観点で、ですね、物事には、それが日本の政府にも軍人、特に軍人にはなかった、グローバルに見る、それから外交というものに対して力を入れるなんてことはありませんでしたが、軍部独裁、軍部優先突っ走ったということに対しては、非常に今でもこれからもそういう考え方、見ていかなきゃいかん。古きを訪ね、新しくを知るということわざもございます。古きを知らない、特に日本の場合は、現代史、近代史、要するに明治以降、昭和以降のですね、歴史については学校でも教わっていません。もうこの点はいろんな意味で、基本的に近いところから古きを知ってですね、近いところから歴史を学び、将来に、備えるということは必要じゃないかな。日本人の若者がですね、他国の若者に比べて近代、現代史を知らなすぎるということは多々私経験をしております。ということで、これはやっぱり、そういう教科書の問題もありますよ。いろんなことがあります。そんなことは本当に古きを訪ねるということが何より必要だ。それも古い古代とか中世とかいうことじゃございません。明治、大正、昭和、特に昭和のことについては、つまびらかに真実を知る、これが何より必要だろうというふうに今でも思っております。